おはようございます。おはようございます。今日はね、緊急で動画を回してるんですけど。いや、これね、もしかしたら始球式の歴史が変わるかもしれないです。ちょっと行きましょう。お願いします。もう一回入っちゃってますね。はい。休みだったんですけど、いやだって一昨日投げてたじゃないですか。いやバキバキですけど、一昨日ですよね。歴史変えましょう2人で。いやなんでちょっと役に入りきりすぎて。いや普通に挨拶しましょう。いや初めまして小笠原です。いや姫と申します。嬉しい。めっちゃカメラ回ってるけど。何沖縄 YouTube です。岡田さんさっきご挨拶したんですけど、なんかそんなことやられる方なんですか。ちょっと裏切られた感がすごいですね。こっそり連れてきちゃいました。皆さんはじめまして、文也と申します。いやなんでそっちも撮ってるの。実は、はい、あの私は知ってたんで。いつも内緒なんだよ。あのサプライズは成功したんですけど、はい、お二人紹介していただいてもいいですか。紹介そうですね、あの SNS で有名で、僕もあの SNS でよく見るんですけど、まあ、フォローさせてもらって、でたまたまこうストーリーズで、ね、あのストラックアウトやってる姿を見て、カナミちゃん行きたいところがある。野球しに行こう。行ってきていいよ。え、行こうよ。145以上投げるようなフォームをしてるんで、これはもしかしたら始球式の歴史を変えてくれるんじゃないかと僕もそう願って、まあ、ハートを押し続けてたんですね。結構押してくれてましたね。そうなんです。結構押してくれてましたよね。結構本気で押したんです。そしたらあのこう DM で交流することができて、ありがとうございます。まあ、この始球式なんとかアポイントを取れたんで、いや良かったです。いやまさか本当にあの始球式できるとは思ってなかったので、いや正直その最初ご連絡した時も小笠原くんとなんかこう芸人の方が特訓されてるのストーリーズ上げてたので、ちょっとまあ本当に冗談 99% ぐらいで今度僕も特訓してくださいっていうふうに送ったら、まさかの始球式につなげていただいたという、まだ全然気持ちがついてこれってなくて、今僕ここにいます。まだ何も追いついてないです。いやマウンド立ったら心もちゃんと追いついてくれると思うので、頑張ります。しんのすけさんが逸材を見つけて、あ、僕見つけました。お願いしないように、本当頑張ろうね。はい、頑張ります。緊張してきたね。頑張ろう。プレッシャー 100% 頑張ります。じゃあ今度あとそのマウンド上での、 あの心理状態とかも含めて特訓していただく。メンタルケアの方を。メンタルケアですか。よろしくお願いします。わかりました。はい、技術に関してはもう申し分ないんで。どちらも。あと気持ちが追いついてくれればと思います。メンヘラなんでお願いします。超えてくるな、これは。半端ないです。これ、結構いいぞ。いいぞ、これ。
しいね、うちにね。ああ、ナイスボール。ちょっとすぐにいい感じかも。どれぐらいフミヤさんを特訓してきた？あ、もう始球式が決まってからいつものトレーニングメニューを変えて、なんか重いボールのなんかゴムみたいなゴムを買ったりとか、はいはい、あともう基本的に足を鍛えなきゃって言って、ずっとなんかトレッドミル傾斜ずっと歩いたりとか、あともうストレッチを毎日やったり、それに向けてのもう練習をほぼ毎日してたんで、ちょっと期待したいですね。動画見る限りだと、かやみさん結構厳しくこうトレーニング課してた感じですけど、はい、そこも、いや、そうなんですけど、最初は私も結構厳しく言ってたんですけど、私の想像をはるかに超えるぐらい練習し始めたんで、ちょっと昨日とかは正直ちょっと止めました。大丈夫って言って、やりすぎじゃない、はい、もう本当体調だけは絶対に気をつけてほしかったんで、まあ、でも無事今日迎えられたので頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃいい。瞬間見よう。めちゃくちゃいい。めっちゃいいよ。自分がもらえればいいから。引っ掛けることないと思って。大丈夫です。選手の名前出せないですけど、いいよりいい。何がいいんですか、そんな。どこを見てこう惚れ込んだというか。あのめっちゃ回転いいです。回転、あの変な力みさえなければ絶対マウンドで投げれるし、絶対届くし、145超えるんじゃないかな。めちゃくちゃ楽しみ。キャッチボール しようかなと思ったんですけど、早すぎて取れない。藤島より早いっすわ。名前出してる。ちょっと藤島さんは藤島さんでいいとこありますね。そう角度とね、手どこの見えづらいね本もあるっすけど、いや藤島より。そんな。いや、タンクトップでね、投げられても、あれなんで。え、マジっすか？用意しましたよ。え、待って、後ろ見せてもらっていいですか？ちゃんと。入ってる！ありがとうございます。これを着て。あ、これ繋げていいですか？投げてください。頑張ります。はい、応援します。嬉しい。あ、似合う。あ、似合ってる。ぴったりです。これサイズすごいぴったりですけど。ありがとうございます。はい。ください。いろいろとありがとうございました。いいと思います。僕何もしない。ありがとうございます。ありがとうございます。10月20日で、結婚記念日を入れさせていただきました。あ、そういうこと？はい。そういうことだったの？はい。急にのろけ出しますね。いや、いいっすね。どうします？いや、いいじゃん。投げてもらえますか、代わりに。そっちの方がいいかもしれない。僕結構今の練習で満足。ダメダメダメ。
もう野球選手出しとかないよかった、先週ヒロトの撮っといて。あ、一緒に練習日があって。しんのすけ想像の100倍速かったんですか。しんのすけ、上から見てみます。よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。頑張ってます。絶対大丈夫。行きます。ここで本日の試合のメンバー表の交換を行います。両チームの監督。これだったらちゃんと全部映る。ああ、そうですね。あ、いいです。いい角度。目は間違ってなかったですか？いや、間違ってないね。いや、いいと思う。本当に。楽しみ。楽しみ。こんな始球式楽しみは初めて。シリーズでですからね。タイミングいいですよね。タイミング良かったですね。投手を務めてくださるのは夫婦インフルエンサー海かなの海谷さんです。拍手でお迎えください。2019年にアベマ TV さよならプロポーズをきっかけに夫婦インフルエンサーとしての活動をスタート。コメントを紹介します。小笠原慎之介投手直伝のストレートで150キロを目指します。鬼150はあんま投げれないんですけどね。超えられたら困るんですよ。よろしくお願いします。しんのすけさん、お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あの交流戦も今真っ只中ですけど、はい、あの交流戦最終戦、はい、ホーム最終戦でファンの方々にこれをプレゼント、はい、来た方々にしようと思ってるんですけど、はい、フラッグということで。最近よく見ますよね、他球団で。ああ、ドラゴンズはなかなかこういうのがなかなかないですね。うん、よくやったぞと。ドラゴンズ、あの球団的によくやったぞと。ありがとうございます。新たな一歩踏み出したと。ありがとうございます。いいと思います。フラッグ振る文化があの、はい、ドラゴンズではないと思うんですけど、はい、どういう時に選手としては振ってほしいかなって、腕が取れるぐらい、まあ、ずっと振ってもらえたらいいなと思ってます。ずっと、はい、ずっと。周りの方はちょっと危なかったです。あ、まあ、まあそれはあのソーシャルディスタンスを保ってもらってね。振ってもらえたら、まあ、それを、まあ、それはいいとして、あのピンチを抑えた時とかね、チャンスの時とか応援歌を歌いながらこう振ってもらえたらなと思ってます。ゴードラゴンズ応援フラッグぜひもらいに来てください。はい。
進めていきます。ありがとうございます。今一度大きな拍手をお送りください。厳しいね。いや、多分150ぐらい出てたんじゃないですか、今の。が厳しかった。厳しい。厳しい厳しい。ちっちゃくなってます。声かけてあげていう。いやでもナイスナイスボールですよ。噛んでるじゃないですか。ナイスボールですよ。せっかくこんな期待していただいたのに130キロという。いや十分と思いますよ。申し訳ない、あんなアドバイスもたくさんくれたのに。練習にも付き合ってくださって。いやいやいや、またできましたね、来年のためのリベンジを。そうですね、課題がいっぱい。そうですね、いろいろとあの修正点が見つかりました。はい、じゃあ来年もちょっとこうお願いできるように。ここから行ってきます。来年は右足の親指だけ歯が欲しいです。わ、はいはい、かりました。スパイク着用の許可をやってここ来るまでにちょっとあの知り合いに何人かあったんで、はい、どうでしたって聞いたら、いやー130キロすごいよって言ってました。え、場内湧いてましたって言ったら、いやめちゃくちゃ湧いてたって言ってました。まあ、それがやっぱあの目的ではあったので。別に自分の記録ってよりか、あの今回のこの試合に花を添えるという、それが叶ったのであれば僕は満足なんですけど。大丈夫ですか？これ最初の時とモチベーション違いますけど。いやもう弱気です。よろしくお願いします。始球式最速出すとかって言ったら自分が恥ずかしいです。これまた来年？ちょっと本当は練習します。また名古屋来てください。よろしくお願いします。またお願いします。ナイスボールでした。申し訳なかった。本当に緊張しました。とても緊張しましたが、まあ、こうやって小笠原くんがこうつないでくれたご縁で、こういった本当に一生の思い出に残るこの一球投げれたので本当にありがとうございました。とんでもないです。かなみさんどうでしたか？ご覧な、なんかでもここで逆に150とか150出るわけないでしょ。まあ、でも145とかを出してしまったらもうおしまいじゃないですか。130っていう数字があるからこそ次頑張れる。やっぱそこに向けてまた1年後2年後またリベンジできたらなと思いますが、いかがですか？はい、頑張ります。はい、よかった。元気になりました。早っ。元気になるぞ。これが夫婦の絆。強いわ、その絆。そうですね、これが夫婦の絆。一人が落ち込んでた、一人が励まして、はい、はい。いいもの見せてもらいました。いや、そんなことよりも一昨日先発で投げたのに、はい、こうやってあの来てくださったのが本当にありがとうございます。感謝です。145は出なかったですけど、いやもう130見れて僕は良かったです。本当ですか？はい、楽しかったですか？楽しかったです。なんかこんな距離感の近い始球式を見たことなくて。あ、本当ですか？はい、そのなんだろう、始球式で応援するっていうのが僕にはなかったんで、初めての経験だったんで本当に良かったです。変な経験をさせてしまいました。良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。いやもう本当に中日ドラゴンズの絶対的エースということで、いつもいつも試合を拝見させていただきます。なんといってもあのユニフォームのね、ハイソックス の、はい、あの方が僕は好きなので。本当ですか？ありがとうございます。あれはもうずっと続けてほしいと思います。はい、続けます。はい、東海大相模の時から、あの甲子園の奪三振ショーの時から僕は応援してました。お会いできて本当に光栄です。本当にありがとうございます。ありがとうございました。かなみさんから、こうやってふみくんのためにもういろんな素敵なこう経験をさせてもらったので、もうこれからもっともっと、ちょっと野球疎いんですけど、いい、あの正直疎いんですけど、もっともっと見て応援していこうと思いました。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。すみません。日本一、中日日本一になりましょう。頑張ります。頑張ります。しんのすけさんは、はい、あのお二人の動画見て元気もらう。いやもう元気もらってます。いつも一人で部屋で笑わせてもらってるんで。バカだなと思ってなんか見て。いやバカだじゃないですよ。いやあの客観的に僕を
客観的に見て、あ、一人でこいつ笑ってるわみたいな感じの、あそういう見方なんですね。新しいかもね、うん、いやでも本当に楽しませてもらってます。嬉しいです。なかなかこう一人なんで楽しむ、はいはいはい、家でこう楽しむ時間がないんで、はいはい、本当にあの動画見て楽しませてもらってます。嬉しいです。嬉しい、ありがとうございます。光栄です。ではたくさん見てください。はい、頑張ります。これを機会にこれからも縁は続いていくというか、はい、来年また投げさせる。それまであの特訓してください。もちろんです。最低140キロを出したから。140キロを出す素質はありますか？いや、全然あると思います。本当ですか？はい、ちょっと頑張ります。まあ唯一のあれは今日はあの歯がついてなかった。歯がついたら139ぐらいまでいってるかもしれないです。まあでもそれサブなんで、あくまで。イエーイ。高橋君が上がる前に僕がマウンドを汚すわけにはいかない。結構荒らしちゃいましたけど。いやいや全然いいんです。あいつが汚れたぐらいちょうどいいです。ありがとうございました。ありがとうございました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと見たい。